毎度、関西女子高生の橋本徹子です。徹子の動画をいつも見てくれてほんま、ありがとう。めっちゃ嬉しいです。韓国が10ヶ月連続で 1% 未満の物価上昇率を達成しました。物価安は供給側に原因があると韓国政府は主張しているのですが、経済の専門家は違う分析をしています。供給側の原因として、下半期に施行された高3無償教育、無償給食を挙げています。マジで。人口に占める割合が数パーセントの高校生向けの福祉を手厚くしたから、物価上昇率が下がるってすごいですね。今回は10ヶ月連続で 1% 未満の物価上昇率に対する韓国政府の対応と専門家の反応について紹介しますね。コメントいただけると嬉しいです。よろしかったらチャンネル登録もお願いします。韓国メディアによると、先月まで10ヶ月連続で 1% 未満の物価上昇率が続いているが、韓国政府はこれという解決策を見出せずにいる。経済学会のほか、国策研究所も国内外の消費が減少した総需要減少を原因と考えている。しかし、政府は国際燃油価格や農畜水産物価格など供給側の要因に目を向けていて、需要側の対策にはつながらない状況だ。統計庁が1日に発表した10月の消費者物価動向によると、先月の物価上昇率は前年同月比 0% だった。物価は今年1月から7月まで 0% 台が続き、8月にマイナス 0.04% で過去初めてマイナスとなった。9月にはマイナス 0.4% に下落幅が拡大した。10ヶ月連続で 1% を下回ったのは、通貨危機直後の8ヶ月連続、1999年2月から3月より長い。とのことです。あかん！庶民にとって物価が安くなるってことはありがたいこと。でも、同時に企業の利益が減ってお給料が少なくなってしまうので、需要が減少して経済が縮小してしまいます。だから、普通の国であれば、景気を押し上げるために、中央銀行が金利を下げたり、量的緩和でお金の供給を増やしたりするんだけど、目立った金融政策は、まだ実行されていないのかなって思います。日本は、長期間のデフレを経験していて、最近になってようやくデフレ脱却か、と思った矢先に消費税増税。景気が悪化して、またデフレになっちゃうかもしれませんね。季節的要因で、物価が上下する食料と、エネルギーを除いた消費者物価指数の前年同月比のコアインフレ率は、0.8% の上昇でした。コアインフレ率は、7月を除いて、今年3月から 0% 台が続き、韓国銀行の適正物価管理水準の 2% に長期間達していない状況です。その調子や。韓国政府は、物価安を農畜水産物価格の下落のせいと言っているんだけど、10月の農畜水産物価格は、前月比で 3.8% の下落で、9月のマイナス 8.2% に比べて下落幅が縮小しているのに、物価上昇率が 0%。韓国政府の言う通りなら、下落幅が縮小した分だけ物価は上昇しているはずなのに、そうなっていません。ということは、民間の消費不振による総需要の萎縮ってことで説明できそうですね。それでは、韓国の専門家の反応について紹介しますね。韓国開発研究院は、先月の報告書で、物価安は、政府の福祉政策や特定品目が主導したというより、多数の品目で物価が低下して現れた現象、一時的な供給要因だけでなく、需要側の要因を主に作用したと診断した。韓孫仁高麗大学経済学科教授は、一時的な反動より、
0% 台の物価が長期化する現象に注目する必要がある。今年の経済成長率が 1% 台と予想されるなど、景気不振が物価に影響を及ぼしたと分析した。ソン・テユンヨン世大学経済学科教授は、内需活性化のために最低賃金引き上げ、勤務時間の短縮を志向しながらも物価安が続くのは消費が伴っていないという証拠。人件費の上昇で企業が雇用を減らせば消費不振を加速させると警告した。皆さんはどう思いますか？専門家の皆さんがおっしゃる通りだと思うのですが、ムン・ジェイン大統領は多分聞く耳を持っていないと思います。今が韓国経済のふんわりどころだけど、国の司令塔がムン・ジェインだったことが運の尽きですね。最後まで見てくれてほんまにありがとう。意見や感想をコメント欄で聞かせてくださいね。チャンネル登録よろしくお願いします。